第12装甲旅団、オーバープファルツは、ドイツ連邦陸軍の旅団の一つ。現在は、第10装甲手段冷下にあって、旅団司令部をアンベルクに置き、旅団冷下部隊は主に、バイエルン州、中西部域のチェコ共和国との国境付近に、駐屯している。旅団は安定化戦力の一部として指定されている。旅団は多国籍部隊における。 諸兵科連合戦闘を先導し、持続可能性及び教育能力を確保する。旅団は多国籍部隊よる平和維持任務や国家に対する防衛事態を呼び来た大西洋条約機構加盟国に対する攻撃に備える。旅団が装備している主力兵器はレオパルト2戦車とマルダー不評戦闘車で、介入戦力への指定後は長期間をかけて、 プーマ装甲風評戦闘車に更新される。現在有効とされている陸軍編成である新陸軍2010に基づき編成完結する。1956年7月1日にアンベルクにて A4 戦闘軍が編成され、第4装甲的弾兵手段霊下に置かれる。戦闘軍霊下部隊は以下の通りであった。 1959年3月16日に陸軍第2次編成に基づいて A4 戦闘軍は第12装甲旅団に改編される。旅団励化部隊は以下の通りであった。1963年に第120装甲偵察中隊は解体され、残余は第125装甲砲兵大隊励化となる。1967年に 第120特殊部器防護中隊と第120駆逐戦車中隊が零下となる。1970年に第120特殊部器防護中隊は解体する。1974年に第126補給大隊が解体し、同時に第48警備大隊が再編成される。1975年に旧第126補給大隊の代わりに、 第120補給中隊と第120整備中隊が編成される。1981年に第121混成戦車大隊が編成される。陸軍第4次編成期の旅団励化部隊は以下の通りであった。1984年に第45野戦予備大隊が励化に収まる。1989年に第48 警備大隊が再度解体される。1992年には立て続けに第121戦車大隊、第124戦車大隊、そして第120、駆逐戦車中隊が解体された。1993年に旅団に愛称、オーバープファルツが連邦国防大臣を通じて与えられる。1993年に旅団は、 第10装甲行手段冷化に置かれ、2004年までに戦力強化のため再編成される。このため、次の部隊は解体される。第123戦車大隊、第125装甲砲兵大隊、第120整備中隊、第120補給中隊、第45夜戦予備大隊が解体された。新たに、第102装甲敵弾兵大隊、 1> 第112装甲敵弾兵大隊、第115装甲砲兵大隊、第104戦車大隊、第110駆逐戦車中隊、第120野戦予備中隊及び、第8山岳戦車大隊が、霊下に収まる。1997年に、第8山岳戦車大隊と、第110駆逐戦車中隊が解体される。2001年に、旅団は、ライプツヒの。 第13総攻的弾兵士団霊化に置かれる。これにより、第383戦車大隊が分割され、旅団霊化となる。2003年には、第4総攻攻兵大隊及び第4広報、支援大隊が、旅団霊化に置かれた。2006年に第4通信大隊が、2007年に、第8偵察大隊が霊化となる。2006年以来、 旅団は再びジグマリンゲ間の第10装甲師団の霊下に置かれている。第12装甲旅団は次の国際任務に従事した実績がある。ありがとうございます。